今日は宝製菓さんのビスケットを皆さんで食べて、どれが俺のベストワンだと決めていこうかと思いますので、皆さん一つですか？いいですよ。これ全部宝製菓さんですか？全部ビスケット。こんなに種類が豊富なんですか？ラケットの中で叩いたらもう一個見ちゃうから。おっと、本当？本当ですか？ということで、まずみんなで食べて気になるものから行きましょう。じゃあまず僕からいいですか？どうぞどうぞ。手前にあるこれを僕マロイン仕様で、マロイン、マロイン仕様、豆腐ビスケットですね。そうです。豆乳、豆腐じゃない、豆乳ビスケットいただきたい。スポーク入った時から皆さん横浜ロマンス、本日はちょっと横浜のイメージ、神奈川とかね。神奈川行くから見えてきた。そう、厚着だけどね。あ、ここ厚着だ。横浜バターサンド。ピッセルで開けて、もう開けてない。いや、行こう。どうぞ。いや、そうだけど。いや、いただきます。あ、いい匂い。これ中バニラクリーム。バニラクリーム。おー、今度ね、次違うのもいいですか？今度ハロウィンバージョンじゃない。ハロウィンバージョンじゃないやつね。豆乳ビスケットですか？なんで一緒違う。こっちは豆乳クリーム。クリーム、うん、豆乳のビスケット生地に豆乳クリーム。こっちはメープルクリーム。そのハロウィン用でちょっとクリームだけ変えてる。あ、じゃあ僕は美味しかったな、横浜ロマンス。もう一個いく、もう一個いっちゃっていいですか？横浜ロマンス、これ決まりじゃないですか？もう一個いいね。やっぱ分かると思って、じゃあもう一つね。監督が次どれを僕ら気になってない、どうしたよ。バズりなってるのがクリームサンドビスケット。つるつるしよう、つるつるで、ほらハロウィン、これはハロウィン限定の、ハロウィン限定商品、うん、日本には限定に弱いです。ハロウィンパーティーにはね、いいよね。どんどん行っていいですか？塩バターカマカマカマってしてますね。じゃない、カマン、カマン、ワンベルチーズ。あ、カマンベルチーズ、ワンベルチーズ大好き。おー、これも美味しそうだね。これは今ね、すごい売れてる、今一番売れてる商品。あ、そうだ、うん、もう、口に入れた瞬間のチーズの香りがね、して、お口の中がチーズやすくなる。あー、はいはい、大丈夫、僕、グラハムクッキー、グラハム、チョコ味とバニラ味がある。さっきバニラばっかりでしょ。チョコ味になります。はい、野菜ですか？味は野菜のあるじゃないですか、野菜の。マッシュの野菜。マッシュの野菜の味がいい。これ一段ずつ違うんですかね、味が。ちょっと食べてを楽しみにしましょう。そう、食べていただいて。食べてをいいこと言う。最近のお菓子はこう、これにもカルシウムが入ってるとか、まあ、乳酸菌が入ってるとか、なんかそういう栄養、まあ、機能性もね、お菓子の中に、うん、取れるようなお菓子、まあ、こっちのビスケットもカルシウム入りとか、こっちですね、うん、そっちも、じゃあこれ、うん、カルシウム、うん、カルシウムだっぽいんで2つ大事ですね。はい、ビスから走れるようなカルシウム。サボったらね、
2個できてきて、後に行くからほんのり甘みが出てくる。よかった。これですか。自然な風にチーズクラッカーのパッと出たお酒と飲みたいです。そんな感じだよね。まあ、お酒大好き。ほんと俺今自粛中。いや、今年昇格したらね。全部彼は自粛なんで連れて行かないで解禁しようからもう。いろんなものが入ってる中から一個。おっ、これな、僕イチゴが好きなんだからね。イチゴ、ラビーヌータンとこれ食べたことあります、ね、はい、いろんなやつが入ってるから、ここから選んでいいよ。じゃあ、レモンもある。レモンもあるでしょ。ちっちゃい頃よく見るよ、これ食べる。うんうん、一応宝製菓では一番ロングセラーで売ってるのがこの2つのアソートのビスケット でそれ以外のものが一応このイオンスタイルの1階のお店で全部買ってきたやつなんで、このイオンの中の下で買える商品、まあ、他にもまあ商品いろいろあるんだけど、うん、それでもまあイオンの中でだけでも12個はこのイオンの下で買ってきたんで。はい。これ実は最初から一番気になったのが、バターさんと何人ぐらいなんですか、もうロングセラーの発売して40年以上かな。宝製菓の会社自体は今もう70年以上経ってて、うん、まあ、この商品ぐらいはもう40年以上販売してる。安全途中ですよ。僕のおじいちゃんと同じ年ですから、セカンドも決まったな。え、全部決まった？全部いってないけど、はい、ちょっとなんとなく行ってマジだな。やっぱ、じゃあ、さすがにフィールド上と一緒でもゲームを読んでる。読んだ。もう。さすがです。僕そういうプレイスタイルじゃないんで、ガンガン食べてちょっとどうやってっていうのね。スピードで。アップダウンしないといけないんで、全部一度取り食べないとね、ベスト決めれないから。みんなもプロシーズン。監督から1個だけ1個だけ早かったですからね。おお、これです。スーパーブレンド、スーパーブレンドですね。おお、ちなみに理由は、理由はまあ1人で結構
菓子を食べる中で同じ食器を飽きるから、例えばいろんな種類があって、でもなんかレモン味とかイチゴとか結構いろんな種類が一袋とか、じゃあこの中だったら僕はすべてです。じゃあ僕ちょっと欲張って1位、2位、3位つけちゃったんですけど、1位企業型ハマ、やっぱちょっと僕チーズが好きだったので、ちょっとね、ワインと合うかなと思って。酒飲む？あれ？あの、そうですね、あの、皆さんのワインとティーワインとコラボもできるかなと。はい、自分じゃなくて。そうですね。で、シーズン終わってから僕もワインと共にいただこうかなと思いました。で、2位、横浜バターさん。個人的には美味しかったっていうのもあるし、あの、ビスケットに書いてあるレモンバラバラなので、ちょっと面白いな、開ける楽しみもあるかなっていうのと、ちょっと迷ったんですけど、ちょっと塩バター、やっぱチーズ、そこにチャレンジ、デザイン、豆乳ビスケット、一番初めに食べたんですけど、ちょっとインパクトが強くて、メインの感じがまた良かったので、はい、もう欲張って3つ選んでました。あのテレビとかこういう欲張ってたら結構やっぱ3位、2位っていうのが、まず一つでしょうね。年齢重ねれば本来は1個だったから1個。じゃあ答えはロバーロマンスビスケットを食べた後の箸の野菜スティックでした。こちらになります。え、結局これ横浜ロマンスチッチを食べた後の箸の野菜なので結局2個選んだ。結局のとこは箸の野菜がこちらになります。おでもこれ食べなきゃダメってことか。これはそうです。これは食べた段階で食べるとさらに美味しいんで。理由は、あの理由はやっぱ甘いものをみんな好きだから、ダメですか。そうするとなんかしょっぱいものを食べたいんですけど、なんか野菜だからちょっと味、正直なんか質味なのかなと思ってたんですけど、あの本当お菓子って美味しいじゃないですか。それのまんまなんですよ。美味しいお菓子のまんま野菜も気づいたら取れてる、これこそがウィンウィンの感じ。自分の中にもウィンウィンの関係みたいな。お菓子食べて野菜取るしてよ。俺も夜ご飯野菜食べないでいいですか。これ食べてる。そんなわけまで。そんなわけまで。美味しかった。